再稼働容認の立場を表明してきた市長も。今までの積み重ね、もしくは時間の経過といったものが、まあ、リセットされてしまったと、今日の今の気持ちとしては喪失感というんでしょうかね。そして再稼働推進の立場を貫いてきたはずの村長も、今回ばかりは解決できなきゃ一巻の終わりってことでしょう。県議会でも東京電力を擁護する言葉は一切ありません。開いた口が一言に言うと塞がらない。結果次第では東京電力には、運転はできないと、させないということが、これ社会のそういう意味では常識にもなるんじゃないですか。県民は再稼働を向いたと、このことをみんなこの中で思ったんじゃないですかね。だからもう潔くもう再稼働しないと、そういう方向に東電は舵を切るべきだし。再稼働はない、再稼働はありえない、そしてもう廃炉の方向しかないっていうふうな方向だと思います。原発の立地地域選出の議員も、地元の安全を揺るがす事態に語気を強め批判します。不正侵入の事実はなかったとは言ってもですね、じゃああったらどういうことになってたのかと、再稼働というのは相当私は遠のいたと言わざるを得ないんじゃないかなと。他の原子力発電所を運営している、運転している事業者にはこういうことないわけなんで、今のところマイナスからのスタートにならざるを得ないと。原発事故の当事者であるにもかかわらず変わらない企業体質。東京電力さんのこの原子炉を的確に運転する能力というところにますます疑問がつくと。地元のこの疑問が消える日は来るのでしょうか。